北九州市で感染者が相次いで確認されていることについて西村経済再生担当大臣は感染経路を追いかけられているとして現時点では緊急事態宣言の再指定は行わない考えを示しました危機感を持って中止をしていますがかなりの部分を追っかけられているという部分もありますので今の段階で何か新たに緊急事態宣言を再,再,その再指定をするようなことは現時点では考えていません 西村大臣は感染経路を特定し封じ込めに取り組む考えを強調しましたまた、西村大臣は小さな流行は日本全国どこでも起こり得るということを認識しないといけないと述べて感染防止策を徹底するよう呼びかけました。